Shadowing Master Japanese 1000 Essential Sentences For Intermediate Advanced Level JLPT N to Level Part 1 Number 1 to 200 The video features a random selection of sentences ranging to intermediate level. The sentences focus on vocabulary and grammar elements of the JLPT N to level. There are a total of 1000 sentences, with the first half for repetitive listening and the second half for practice and memorization. The script is available on the membership board and for step by step sentence practice. Please check the playlist.

Information became accessible anytime, anywhere. インターネットの普及とともに、いつでもどこでもいろいろな情報が手にはいるようになった。インターネットの普及とともに、いつでもどこでもいろいろな情報が手にはいるようになった。司会をしてくれる人がいると、話し合いがスムーズに進む。When there is someone to moderate, シカイオステクレリトンがいると、話し合いがスムーズに進む。シカをしてくれる人がいると、話し合いがスムーズに進む。今回の勝利の理由は、私たちのチームが強かったというより、相手チームが弱すぎただけだ。The reason for our victory was not so much that our team was strong.

In addition to her beauty, her acting ability is wonderful. 彼女は美貌に加えて演技力が素晴らしい。今回当選した新しいリーダーへの期待は高まる一方だった。Expectations 彼女は美貌に加えて演技力が素晴らしい。for the newly elected leader were only increasing.

どうせ大学教育を受けるなら最高のところで自分を試した方がいいと思うようになったどうせ大学教育を受けるなら最高のところで自分を試した方がいいと思うようになったそれが売れれば2000万円の利益になる If that sells it will result in a profit of 20 million yen それが売れれば2000万円の利益になる 2,000万円の利益になる。それが売れれば、2,000万円の利益になる。少年時代に戻れるものなら戻ってみたい。少年時代に戻れるものなら戻ってみたい。少年時代に戻れるものなら戻ってみたい。 来週に大学受験を控えている姉は、神経が尖ってピリピリしている。My sister, who has college entrance exams next week, is on edge and feeling nervous. 来週に大学受験を控えている姉は、神経が尖ってピリピリしている。来週に大学受験を控えている姉は、神経が尖ってピリピリしている。 政府は出生率回復に向け保育サービス拡充を重要課題と位置づけている政府は出生率回復に向け保育サービス拡充を重要課題と位置づけている政府は出生率回復に向け 保育サービス拡充を重要課題と位置づけている昨日はとても疲れていたのでお風呂に入らずじまいで寝てしまった、so、昨日はとても疲れていたので お風呂に入らずじまいで寝てしまったがんになって以来もう二度とたばこを吸うまいと誓ったがんになって以来もう二度とたばこを吸うまいと誓った。

When people move towards a goal, they sometimes feel like acting in a way that takes them further from it. 人は目標に向かって前進すると、逆に目標から遠ざかるように行動をしたくなる。人は目標に向かって前進すると、逆に目標から遠ざかるように行動をしたくなる。二つの会社から内定をもらい、どっちの会社に行くか決めかねている。

あまりの暑さにエアコンなしでは寝られない。あまりの暑さにエアコンなしでは寝られない。開封しても未使用のものは返品可能です。Opened, 開封しても未使用のものは返品可能です。開封しても 未使用のものもは返品可能です。彼はそのドラマの出演を契機に多くの人に知られる人気俳優となった彼はそのドラマの出演を契機に多くの人に知られる人気俳優となった彼はそのドラマの出演を契機に 多くの人に知られる人気俳優となった。物価,なな rising, 物価は上がるばかりに、生活は少し楽にならない。物価は上がるばかりに、生活は少し楽にならない。物価は上がるばかりに、生活は少し楽にならない。 どんな状態だって、あなたの今の境遇より悪いものはない。No、the どんな状態だって、あなたの今の境遇より悪いものはない。どんな状態だって、あなたの今の境遇より悪いものはない。娘が勉強を始めたかと思えば。 もう今でテレビを見ている。娘が勉と、をが始めたかと思えば、もう今でテレビを見ている。彼は顔が広いから。

チームはみごとに優勝した。うちのチームはみごとに優勝した。よみての立場からすると、一分が長すぎるとよみずらくなってしまいます。From the reader's perspective, a sentence becomes hard to read if it's too long.

プレゼンテーションの前は誰でも緊張するものですもしタイムマシーンで過去に戻れるとしたらどの時代に行ってみたいですか machine,、like、もしタイムマシーンで過去に戻れるとしたらどの時代に行ってみたいですか どの時代に行ってみたいですか毎年, year, period, 毎年、夏休み期間中は臨時電車が運転される。毎年、夏休み期間中は臨時電車が運転される。毎年、夏休み期間中は臨時電車が運転される。 池田さんは真面目すぎて、冗談が通じない。イ。池田さんは真面目すぎて、冗談が通じない。池田さんは真面目すぎて冗談が通じない。痛みもないけど、おまけに何にも感じないよ。I don't feel any pain. and on top of that i don't feel anything at all。痛みもないけど、おまけに何にも感じないよ。痛みもないけど、おまけに何にも感じないよ。どうして地球は丸いのか、不思議でならない。どうして地球は丸いのか。 不思議でならならい。どうして地球は丸いのか不思議でならない自分のやったことがきちんと評価されると仕事への意欲も高まる自分のやったことがきちんと評価されると仕事への意欲も高まる。 自分のやったことがきちんと評価されると、仕事への意欲も高まる。恋愛のことは両親にも話すだけは話しました。As as 恋愛のことは両親にも話すだけは話しました。恋愛のことは両親にも話すだけは話しました。 どうせ汚すのだから、子供に高価な服を着せるは必要ないだろう。どうせ汚すのだから、子供に高価な服を着せるは必要ないだろう。どうせ汚すのだから、子供に高価な服を着せるは必要ないだろう。

会員登録した人しか見れないようになっているこの動画は会員登録した人しか見れないようになっている夜中に降り始めた雪はそのまま止むことなく朝まで降り続けた。

Him with this project. 私は彼の才能を信じていたのでこのプロジェクトを彼に任せたわけです。私は彼彼ののの才能をを信じていたたで、でこのプロジェクトを彼に任せたわけです。再生医療の研究にかけてはあの大学が一番進んでいる。

I l o s の my phone charger コンビニ a d to buy one at a convenience store. 携帯の充電器をなくしてしまい、コンビニで買わざるを得なかった。ケータイノジューデンキオナクコンビニデカワザルオエナカッタケータイノ

安全上の理由でこの老朽化したビルは立ち入りが禁止されている安全上のの理由でこの老朽化したビルは立ち入りが禁止されている数年前に出ていった弟の行方はまだわからないままだ。

higher. 男女の学生の数を比べると男子の割合が高い。全国から送られた寄付金の有効な使い方を検討する。 全国から送られた寄付金の有効な使い方を検討する。全国から送られた寄付金の有効な使い方を検討する。渋滞さえなければ、目的地まで3時間ぐらいで着くと思います。If there is no traffic, ジュータイサイ t ケレバ、モクテキチマデ o u ジカングラ e デツクトーモイマス。ジュータイサイナケレバ、モクテキチマデサンジカングライデツクトーモイマス。クレジットカードは便利な反面、使いすぎてしまうことがある。Credit cards are convenient, but sometimes they can lead to overspending.

家計のやりくりが大変になる毎日外食をしていると家計のやりくりが大変になる次の文章をよく読んで用紙をまとめなさい次の文章をよく読んで用紙をまとめなさい次の文章をよく読んで 用紙をまとめなさい。まだ仕事が残っているので、今夜の飲み会は行け,、so、けそうにない。まだ仕事が残っているので、今夜の飲み会は行けそうにない。まだ仕事が残っているので、今夜の飲み会は行けそうにない。 彼の自殺をめぐってさまざまな噂が流れているさまざまな噂が流れている。彼の自殺をめぐってさまざまな噂が流れている。50年前に比べて人々の生活は豊かになった。 50年前にに比べて人々の生活は豊かになったこの話が彼に知られようものなら一瞬でみんなに広まるだろう。 のこの話が彼に知られようものなら、一瞬でみんなに広まるだろう。台風に備えて十分な注意が必要です。 台風に備えて、十分な注意が必要です。台風に備えて、十分な注意が必要です。屋根のないところにずっと自転車を置いておいたら、サビだらけになった。If you leave a bicycle exposed without a roof, it will become covered in rust. 屋根のないところにずっと自転車を置いておいたら、サビだらけになった。 屋根のないところにずっと自転車を置いておいたら、サビだらけになった。山本さんは20年間、休むことなく会社に通った。山本 m has been commuting to work without taking a single day off for y e a r s さんは20年間、休むことなく会社に通った。 山本さんは20年間休むことなく会社に通った信号が青になって止まっていた車が一斉に走り出した。信号が青になって止まっていた車が一斉に走り出した信号が青になって 止まっていたとえ事故にあったとしてもこの保険に入っていれば安心です。たとえ事故にあったとしてもこの保険に入っていれば安心です。 この保険に入っていれば安心です。長時間にわたる交渉の結果、なんとか合意を取り付けることができた。We 長時間にわたる交渉の結果、なんとか合意を取り付けることができた。長時間にわたる交渉の結果、 なんとか合意を取り付けることができたそのの会社は去年、創立以来初赤字に苦しんだ。その会社は去年創立以来初の赤字に苦しんだその会社は去年創立以来初の赤字に苦しんだ。 負けたときに,に,には、どうしても選手を非難し、敗因について激論せざるを得なかった。負けたときには、どうしても選手を非難し、敗因について激論せざるを得なかった。負けたときには、どうしても選手を非難し。 敗因について激論せざるを得なかったこの学校には韓国や中国といったアジアの国々からの留学生が多い、like、この学校には韓国や中国といったアジアの国々からの留学生が多い この学校には韓国や中国といったアジアの国々からの留学生が多いみなさん仕事の話は抜きにして楽しく飲みましょうみなさん仕事の話は抜きにして楽しく飲みましょうみなさん 仕事の話は抜きにして楽しく飲みましょう。海岸, line, 海岸線に沿って10キロメートル南に行くと港があります。海岸線に沿って10キロメートル南に行くと港があります。海岸線に沿って10キロメートル南に行くと港があります。 成績が伸びるかどうかは、あなたの努力次第です。成績が伸びるかどうかは、あなたの努力次第です。成績が伸びるかどうかは、あなたの努力次第です。不眠症について悩むことは、不眠症そのもの以上に害がある。 Worrying about insomnia can be more harmful than ムコトワ、ウミショソノモノイジョニガイガールウミショニツイテナヤムコトワ、ウミショソノモノイジョニガイガーはウィシーカドウカワベツトシテ、イ Regardless of whether it's delicious or not, I want to try NANO at least once. おいしいかどうかは別として、一度納豆を食べてみたい。美味しいかどうかは別として、一度納豆を食べてみたい。あそこの店のラーメンは辛いのなんのって、もう食べ物ってレベルじゃないよ。The r a m e n at that shop is so spicy. It's beyond the level of edible. あそこの店のラーメンは辛いのなんのって、もう食べ物ってレベルじゃないよ。あそこの店のラーメンは辛いのなんのって、もう食べ物ってレベルじゃないよ。有名な大学を出たからといって、いい会社に就職できるとは限らない。Just because you graduated from a famous university doesn't guarantee you'll get a job at a good company. 有名な大学を出たからといって、いい会社に就職できるとは限らない。有名な大学を出たからといって、いい会社に就職できるとは限らない。友人の結婚披露宴に招待されたが、その日は用事があるので、残念ながら辞退した。I was invited to a friend's wedding reception, but unfortunately, I had to decline due to prior commitments. 友人の結婚披露宴に招待されたが、その日は用事があるので残念ながら辞退した。友人の結婚披露宴に招待されたが、その日は用事があるので残念ながら辞退した。駅前を歩いていたら、テレビのリポーターに突然呼び止められて、インタビューを受けた。

悩み抜いた結果、かつらい決断だが彼をクビにすることにした悩み抜いた結果、かつらい決断だが彼をクビにすることにした組織のトップに立つ人間は広い視野を持つことが必要だ。 A person who stands at the top of an organization needs to have a broad perspective。かれは,は仕事のストレスがげんいんでけんこうをがえしてしまいました。 彼は仕事のストレスが原因で健康を害してしまいました。してしまいました。考えた末、やはりヒロコに力を貸してもらうほかないという結論に達した。After much consideration, I've concluded that I have no choice but to ask for h r o k o s help <S 考いい。考えた末、やはりヒロコに力を貸してもらうほかないという結論に達した。以前から欲しかった本がやっと手に入ったものだから、早速徹夜して終わりまで読んでしまった。

This medicine works well, but on the other hand, it has side effects. この薬はよく聞く反面、く作用がある。この薬はよく聞く反面、く作用がある。He continued to sleep with his mouth slightly open.

暗黙のルールを無視しようものなら逆に周りから無視されてしまう田舎の社会において暗黙のルールを無視しようものなら逆に周りから無視されてしまう1週間ぶりに晴れの日になった一 1>, 1週間ぶりに晴れの日になった 一週間ぶりに晴れの日になった。パンが焼き上がるか焼き上がらないかのうちに、オーブンからいい匂いが漂いで出した。From the oven. パンが焼き上がるか焼き上がらないかのうちに、オーブンからいい匂いが漂いで出した。 パンが焼き上がるか焼き上がらないかのうちに、オーブンからいい匂いが漂いで出した。お祝いでお金をもらった以上、何かお返しをするのが礼儀だ。Having received money as a celebration, it's polite to give something in return。お祝いでお金をもらった以上、何かお返しをするのが礼儀だ。 お祝いでお金をもらった以上、何かお返しをするのが礼儀だ。このエリアは、都心にしては割と家賃が安いんです。Area, このエリアは、都心にしては割と家賃が安いんです。このエリアは、都心にしては割と家賃が安いんです。 今回の台風によって広範囲にわたって被害が出ている今回の台風によって広範囲にわたって被害が出ている今回の台風によって広範囲にわたって被害が出ているこのあたりは交通量が多く危険なので 子供が一人で外出することを許可しない area, danger, このあたりは交通量が多く危険なので子供が一人で外出することを許可しないこのあたりは交通量が多く危険なので子供が一人で外出することを許可しない

給料は高くなくてもいいが、高いに越したことはない。High, the higher, the 給料は高くなくてもいいが、高いに越したことはない。給料は高くなくてもいいが、高いに越したことはない。病気で入院して以来、一度もタバコを吸っていない。 病気で入院したいらい、いもたばこをしっていないよきでにゅしたいらい、いもタバコを吸っていない,い,ない我々の人生とは我々の思考が作り上げるものにほかならない。Our lives are nothing but the product of our own thoughts. われわれの人生とは、われわれの思考が作り上げるものにほかならない。われわれの人生とは、われわれの思考が作り上げるものにほかならない。このカフェは、Wi-Fi のマークがあるにもかかわらず、Wi-Fi が使えなかった。Despite having a w f i sign, the w f i was not available in this cafe. このカフェは Wi-Fi のマークがあるにもかかわらず Wi-Fi が使えなかったこのカフェは Wi-Fi のマークがあるにもかかわらず Wi-Fi が使えなかったこの番組が終わったら宿題やるってば I'll do my homework after this program ends, I mean it この番組が終わったら宿題やるってば

どんなにお金を積まれようと、この秘密を喋る,、no、るわけにはいかない。どんなにお金を積まれようと、この秘密を喋るわけにはいかない。どんなにお金を積まれようと、この秘密を喋るわけにはいかない。この家賃でも住めないことはないんですが。 将来のために貯金もしたいし、もう少し安い物件の方がいいですね。I could afford this rent, but I want to save for the future, so a cheaper place would be better. この家賃でも住めないことはないんですが、将来のために貯金もしたいし、もう少し安い物件の方がいいですね。この家賃でも住めないことはないんですが、

自分でこの仕事を選んだ以上頑張って続けたいと思う看護師の仕事は夜勤もあって大変だが自分でこの仕事を選んだ以上頑張って続けたいと思う利便性の点から言えば駅地下の物件を購入すべきだろうがもちろんその分値段も高い In terms of

現地の法制度や慣習へ,への適応力が鍵を握る。企業の海外進出では。現地の法制度や慣習への適応力が鍵を握る。企業の海外進出では。現地の法制度や。 慣習への適応力が鍵を握る突然ドアが開いたかと思ったら見知らぬ人たちが入ってきた suddenly, 突然ドアが開いたかと思ったら見知らぬ人たちが入ってきた突然ドアが開いたかと思ったら見知らぬ人たちが入ってきた この人形はとてもよく作られていて、生きているかのようだ。So well、s <S この人形はとてもよく作られていて、生きているかのようだ。この人形はとてもよく作られていて、生きているかのようだ。プロのサッカー選手からすれば、ビフティング百0回なんて朝飯前だろう。

ディズニー映画は子供に限らず、大人にも人気がある。締め切りの時間にディズニーれようものなら、あの教授はレーポートを受け取ってくれない If you're even slightly late for the deadline, That professor won't accept your report。締め切りの時間に少しでも遅れようものなら、あの教授はレポートを受け取ってくれない。締め切りの時間に少しでも遅れようものなら、あの教授はレポートを受け取ってくれない。あの小説家はいつも事実に基づいて小説を書いている。 あの小説家はいつも事実に基づいて小説を書いているオカイテイル。アノショセツカワ、イツモジジツニモトズイテショセツオカイテイル。カレワリパナケレぜひともがシャニハイテホシー。In addition to his impressive career, He is also 彼は立派な経歴に加えて語学力も堪能なのでぜひともがシに,に,に入ってほしい。大学では就活生のため産業界と連携した。 インターンシップを充実させている are in with for job 大学では就活生のため産業界と連携したインターンシップを充実させている大学では就活生のため産業界と連携したインターンシップを充実させている いつ死ぬかなんて、誰も予測しえないことだ。いつ死ぬかなんて、誰も予測しえないことだ。いつ死ぬかなんて、誰も予測しえないことだ。性別を問わず親切に接するのが彼のいいところだ。 regardless of gender。性別を問わず親切に接するのが彼のいいところだ。性別を問わず親切に接するのが彼のいいところだ。今週末は東北地方から北海道にかけて多くの地域で大雪になりそうです。This weekend。

2時,ででトラン2時間も並んでまで食べたいとは思わない。あのレストランの料理は美味しいらしいが、2時間も並んでまで食べたいとは思わない。あのレストランの料理は美味しいらしいが、二時間も並んでまで食べたいとは思わない。 それが真実であればこそこんなにも説得力があるのである。それが真実であればこそこんなにも説得力があるのである。そそ、れれがが真実でであああばここんなにも説得力るる。のよく切れる包丁ですから。

今事件の被告の量刑は決められたようだ。過去の判例に基づき、今事件の被告の量刑は決められたようだ。彼は責任感が強く。 この仕事のリーダーにふさわしい。彼は責任感が強く。この仕事のリーダーにふさわしい。彼は責任感が強く。この仕事のリーダーにふさわしい。こんな絶好の機会を逃がしてたまるものか。 I can't let such a perfect opportunity slip away. こんな絶好の機会を逃がしてたまるものか。こんな絶好の機械を逃がしてたまるものか。彼は身長の割に、足が短い。彼は身長の割に、足が短い。

非常に意味のある発見をしました。彼は物理学の分野におきまして、非常に意味のある発見をしました。彼は物理学の分野におきまして、非常に意味のある発見をしました。子供の頃、母の作ったハンバーグが大好きで、

I wonder if I should パーティー p r ちゃんとした for t で e g r った u a がいいのかな。r t y 卒業パーティーには、ちゃんとした格好で行ったほうが,がいいのかな。彼の意見は、問題点を鋭く指摘してている。His opinion sharply points out the problems.

土地の価格が上がったので、家賃も高くなってきた。この,の service, このホテルはサービスが良いので、お客は満足しているようだ。このホテルはサービスが良いので、お客は満足しているようだ。このホテルはサービスが良いので、お客は満足しているようだ。

最近強盗事件が多発しています。見ず知らずの私にお金を貸してくれるなんて本当にありがたいことだ。It's really kind of someone to lend money to a stranger like me。見ず知らずの私にお金を貸してくれるなんて本当にありがたいことだ。見ず知らずの私にお金を貸してくれるなんて

アルバイトはやめて勉強に専念することにした三浦さんとの約束では6時までに池袋駅に行くことになっている「三浦三浦さんとの約束では6時までに池袋駅に行くことになっている。 三浦さんとの約束では6時までに池袋駅に行くことになっている世の中の不運という不運をすべて集めたかのような彼の人生に誰もが同情した世の中の不運という不運をすべて集めたかのような彼の人生に誰もが同情した。 世の中の不運という不運をすべて集めたかのような彼の人生に誰もが同情した東京にある病院へ祖父の見舞いに行った東京にある病院へ祖父の見舞いに行った東京にある病院へ祖父の見舞いに行った。 あの日の記憶を消せるものなら消してしまいたい。Day, あの日の記憶を消せるものなら消してしまいたい。あの日の記憶を消せるものなら消してしまいたい。僕らのそばを通り過ぎる際に、その男の呼吸が聞こえた。 We could hear the man's breathing. <S 僕らのそばを通り過ぎる際に、その男の呼吸が聞こえた。僕らのそばを通り過ぎる際に、その男の呼吸が聞こえた。またいつ地震が来るのかわからないので、安心してはいられない。Not またいつ地震が来るのかわからないので、安心してはいられない。またいつ地震が来るのかわからないので、安心してはいられない。このあたりは、治安が悪化している上警察のパトロールも少ないという。It is said that this area has worsening public safety, and there are few police patrols. このあたりは、 治安が悪化している上警察のパトロールも少ないというこのあたりは治安が悪化している上警察のパトロールも少ないという満足げに彼はあたりを見回した満足に彼はりを見回した。 なんと美しい響きのある名前の花なんでしょう。なんと美しい響きのある名前の花なんでしょう。なんと美しい響きのある名前の花なんでしょう。夜も寝ないで勉強したのだから、合格するに決まっている。 よる、sure、も寝ないで勉強したのだから、合格するに決まっているよるも寝ないで勉強したのだから、合格するに決まっている。遠くから時間とお金をかけてきた甲いもなく、行きたかったレストランは閉まっていた。After coming from far away and spending time and money,

今日は大学の講義で日本式の経営について学ん学でいんだ雨は降っているものの、そこまで強くないので、これなら運動会を開催できそうだ Although it is raining, it's not very strong. So it seems possible to hold the sports festival. 雨は降っているもののそこまで強くないのでこれなら運動会を開催できそうだ。雨は降っているもののそこまで強くないのでこれなら運動会を開催できそうだ。この仕事は私に任せてください。Please leave this job to me. この仕事は私に任せてください。この仕事は私に任せてください。どんな時でも、常に国民のためを思って行動するのが、政治家というものだ。At all times, acting with the nation's best interest in mind is what being a politician is about. どんな時でも、 常に国民のためを思って行動するのが政治家というものだ。どんな時でも常に国民のためを思って行動するのが政治家というものだ。今回の法案は若手議員はもとよりベテラン議員からも支持されていない。The current bill is not supported by not only young legislators, but also by veteran members. 今回の法案は若手議員はもとより、ベテラン議員からも支持されていない。今回の法案は若手議員はもとより、ベテラン議員からも支持されていない。それは勝者が敗者に貸して楽しむ、不当な屈辱でしかない。it is nothing but an unfair humiliation that the victor imposes on the vanquished for enjoyment。 それは勝者が敗者に貸して楽しむ、不当な屈辱でしかない。それは少者が廃者に貸して楽しむ、不当な屈辱でしかない。教えている学生全員が試験に合格するなんて、なんと素晴らしいことだ。All the students I teach passing the exam is indeed a wonderful thing. 教えている学生全員が試験に合格するなんて、なんと素晴らしいことだ。教えている学生全員が試験に合格するなんて、なんと素晴らしいことだ。出来はともかく、期限までにレポートは提出しておいた方がいい。Regardless of the quality, it's better to submit the report by the deadline。できはともかく、 期限までにレポートは提出しておいた方がいい歴はともかく期限までにレポートは提出しておいた方がいい人間が未来を予想できないということはあるいはいいことかもしれない人間が未来を予想できないということはあるいはいいことかもしれない 人間が未来を予想できないということは、あるいはいいことかもしれない。初級から中級にかけては、基礎的な力を着実に身につけることが重要です。From beginner to intermediate levels, it is important to steadily acquire fundamental skills。初級から中級にかけては、基礎的な力を着実に身につけることが重要です。 初級から中級にかけては基礎的な力を着実に身につけることが重要です政府はデフレ脱却に向け内需拡大策に注力する考えだ政府はデフレ脱却に向け内需拡大策に注力する考えだ 政府はデフレ脱却に向け内需拡大策に注力する考えだ子どもたちは庭でいかにも楽しげに遊んでいる子どもたちは庭でいかにも楽しげに遊んでいる子どもたちは庭でいかにも楽しげに遊んでいる 日曜はいつもお客さんが多い上に、スタッフの人数が少ないので大変だ。Sundays are always busy with many customers and not enough staff。日曜はいつもお客さんが多い上に、スタッフの人数が少ないので大変だ。日曜はいつもお客さんが多い上にスタッフの人数が少ないので大変だ。 息子は部屋で勉強しているかと思ったら、勉強しているふりをして漫を、漫画を読んでいた。息子は部屋で勉強しているかと思ったら、勉強しているふりをして、漫画を読んでいた。息子は部屋で勉強しているかとら、勉強しているふりをして、漫画を読んでいた。 このお店の商品は高いものばかりで、一つとして、私が買えそうなものはない。このお店の商品は高いものばかりで、一つとして、私が買えそうなものはない。この店の商品は高いものばかりで、一つとして、 私が買えそうなものはない。彼は好きなサッカーをしているとが,が一番生き生きしている。彼は好きなサッカーをしているときが一番生き生きしている。彼は好きなサッカーをしているときが一番生き生きしている。

娘は注射が大嫌いなので、病気へ行くくらいなら病まま、病気のままで行った。娘は注射が大嫌いなので、病気へ行くくらいなら、病気のままでィった。娘は注射が大嫌いなので、病気へ行くくらいなら、病気のままでィった。 住民たちのの反対声もわず、県はそこにゴミ処理場をしたちの住民たちの反対の声も構わず、県はそこにゴミ処理場を建設した。

再び窓の掃除を続けた金属年数に応じて取得できる有給休,休暇の日数が変わります金属年数に応じて取得できる有給休,休暇の日数が変わります金属年数に応じて 取得できる有給休暇の日数が変わります。運転免許を更新する際には写、s <S には写真が必要です。運転免許を更新する際には、写真が必要です。運転免許を更新する際には、写真が必要です。要するに。 彼女は行きたくないって言ったってことでしょう。要するに、彼女は行きたくないって言ったってことでしょは夏休み歩行があるので、旅行どころではない。There are make up classes during the summer vacation. 夏休み歩行があるので、旅行どころではない。企業は商品開発において、消費者ニーズを的確に把握するセンスが求められる。Companies need a keen sense to accurately grasp consumer needs in product development. 企業は商品開発において消費者ニーズを的確に把握するセンスが求められる。企業は商品開発において消費者ニーズを的確に把握するセンスが求められる。禁煙して3週間目だが、お酒を飲んだ時にはタバコを吸いたくてたまらなくなる。It's been three weeks since I quit smoking. 禁煙して3週間目だがお酒を飲んだ時にはタバコを吸いたくてたまらなくなる禁煙して3週間目だがお酒を飲んだ時にはタバコを吸いたくてたまらなくなる止まっていた電車が動き出したかと思えばまたすぐに止まった。 トマテイタデンシャガウゴキダスタカトオモエバ、マタスまニトマタ。トマテたタデンシャガウゴキダスタカトたモエバ、マタスた。ニトマタ。ネダンワトモカク、デザインの方が気に入った。Ignoring the price, I liked the design. 値段はともかく、デザインの方が気に入った。値段はともかくデザインの方が気に入った。長いガイの末にようやく最終的な案がまとまった。長い競技の末に、ようやく最終的な案がまとまった。 長い競技の末にようやく最終的な案がまとまった私の感覚が正しければこれは何かの始まりにすぎない correct, 私の感覚が正しければこれは何かの始まりにすぎない私の感覚が正しければ これは何かの始まりに過ぎない？あなたの知っている限りで喧嘩みたいなものはありませんでしたか？あなたの知っている限りで喧嘩みたいなものはありませんでしたか？あなたの知っている限りで喧嘩みたいなものはありませんでしたか？ 成田空港に着き,き次第。電話します。成田空港に着き次第。電話します。成田空港に着き次第。電話します。超能力というものは。果たしてあるのだろうか。is there really such a thing as psychic powers。 超能力というものは果たしてあるのだろうか。超能力というものは果たしてあるのだろうか。彼は困っている人を見るとじっとしていられない性格だ。彼は困っている人を見るとじっとしていられない性格だ。 彼は困っている人を見るとじっとしていられない性格だ。妙に聞こえるだろうがこれについては何も知らないに越したことはない。Strange, 妙に聞こえるだろうがこれについては何も知らないに越したことはない。妙に聞こえるだろうが、 これについては何も知らないに越したことはない。インターネットは便利な反面、使い方を間違えれば危険なこともある。インターネットは便利な反面、使い方を間違えれば危険なこともある。インターネットは便利な反面、 使い方を間違えれば危険なこともある。その,の moment, その瞬間、僕は時が止まったかのように感じました。その瞬間、僕は時が止まったかのように感じました。その瞬間、僕は時が止まったかのように感じました。 話し合いの末、彼がみな代表して謝、しして謝りに行くことに決まった。話し合いの末、彼がみな代表して、謝りに行くことに決まった。話し合いの末、彼がみな代表して、謝りに行くことに決まった。 国籍に関わらず歓迎します。国籍に関わらず歓迎します。国籍にかわらず歓迎します。婚活とは結婚相手を見つけるための活動のことだ。

近況を話し合いました昨日友達と久しぶりに連絡を取って近況を話し合いましたどうやら生き残っているネズミは一匹ではないようだどうやら生き残っているネズミは一匹ではないようだ どうやら生き残っているネズミは一匹ではないようだその映画の一般公開に先立ち関係者を対象とした試写会が開かれた movie, その映画の一般公開に先立ち関係者を対象とした試写会が開かれた その映画の一般公開に先立ち、関係者を対象とした試写会が開かれた。カレンダーを眺めつつ、夏休みの計画を立てる。カレンダーを眺めつつ、夏休みの計画を立てる。カレンダーを眺めつつ、夏休みの計画を立てる。

ハイキングに行くつもりです。今年の夏の暑さは格別だったので、毎晩クーラーをつけたまま寝ていた。今年の夏の暑さは格別だったので、毎晩クーラーをつけたまま寝ていた。今年の夏の暑さは格別だったので、 Thank you for your hard work. Now, let's review the sentences we've learned. When a sentence is presented in English, please answer in Japanese. This exam can be taken by anyone, regardless of age. この試験は年齢を問わず、誰でも受けられる。この会社はよく人が辞めているし何か問題があるに相違ない。 With the spread of the Internet, various information became accessible anytime, anywhere. When there is someone to moderate, the discussion goes smoothly. 会をししてくれるる人ががいいと、話し合いがスムーズに進む。今回の勝利の理由は。 私たちのチームが強かったというより、相手チームが弱すぎただけだ。彼女は美貌に加えて、演技力が素晴らしい。Expectations for the newly elected leader were only increasing. 今回当選した新しいリーダーへの期待は高まる一方だった。どうせ大学教育を受けるなら。 最高のところで自分を試した方がいいと思うようになった。それが売れれば2000万円の利益になる。 じだいにもどれるものならもどってみたい。My sister, who has college entrance exams next week, is on edge and feeling nervous.LIXUR に大学受験を控えている姉は、神経がとがってピリピリしている。

I was so tired yesterday that I ended up going to sleep without taking a bath. 昨日はとても疲れていたので、お風呂に入らず自前で寝てしまった。Since getting cancer, I swore never to smoke cigarettes again. イライ、モニドトタバコスーマイトチカッタ。Today again, I went to the convenience store and ended up buying unnecessary things.Kyomo konminiate mudana mono katishimata.When people move towards a goal, They sometimes feel like acting in a way that takes them further from it. I've received job offers from two companies and can't decide which one to go to. 2つの会社から内定をもらい、どっちの会社に行くか決めかねている。The notion that real estate prices will keep rising is nothing more than his misconception。武道さんの価格が上り続けるなんて、彼の思い込みにすぎない。 She began eating before she barely finished saying Itadakimasu. Kanojo wa, Yuka Iwanai It's so hot that I can't sleep without air conditioning. あまりの暑さに、エアコンなしでは寝られない。開封しても、未使用のものは返品可能です。 彼はそのドラマの主演を描きに、多くの人に知られる人気俳優となった。The cost of living keeps rising, and life does not get any easier.What かわがるばかりに、生活は少し楽にならない。No matter the situation, There is nothing worse than your current circumstances. Just when I thought my daughter had started studying, she's already watching TV in the living room. 娘が勉強を始めたかと思えば、もう今でテレビを見ている。Since he has a wide network, if you ask him, he'll probably introduce you to good people. 彼は顔が広いから、彼に頼めばいい人を紹介してくれるだろう。 Our team won the championship splendidly. From the reader's perspective, a sentence becomes hard to read if it's too long. 読み手の立場からすると、一分が長すぎると読みづらくなってしまいます。Everyone gets nervous before a presentation.Presentation の前は誰でも緊張するものです。If you could go back in time with a time machine, Which era would you like to visit? Every year, during the summer vacation period, special trains are operated. 毎年夏休み期間中は臨時電車が運転される。Mr. Ikeda is too serious. Jokes do not get through to him. i k e さんは真面目すぎて、冗談が通じない。I don't feel any pain. And on top of that, I don't feel anything at all. I can't help but wonder why the earth is round. どうして地球は丸いのか不思議でならない自分のやったことがきちんと評価されると仕事への意欲も高まる。 I have talked to my parents as much as necessary about my romantic relationship. Since they're going to get dirty anyway, there's no need to dress children in expensive clothes. どうせよごすのだからこどもにこうかなふくをきせるはひつようないだろう。Please proceed with the work according to the procedures established in advance じぜんにさだめられたてじゅんにそってさぎょうをすすめてください。 This video can only be viewed by people who have registered as members. The snow that started falling in the middle of the night continued without stopping until morning. 夜中に降り始めた雪はそのまま止むことなく朝まで降り続けた採用される可能性は低いがその仕事に応募するだけ応募してみた。 I save money every day, but still, I can't seem to save any money at all. I believed in his talent, which is why I entrusted him with this project. 私は彼の才能を信じていたのでこのプロジェクトを彼に任せたわけです再生医療の研究にかけてはあの大学が一番進んでいる。 I lost my phone charger and had to buy one at a convenience store. I was late, but I didn't get scolded after I explained the reason properly. 遅刻してしまったがきちんと理由を説明したら怒られずに済みました reasons, 安全上の理由でこの老朽化したビルは立ち入りが禁止されている。 The whereabouts of my brother who left a few years ago are still unknown. After waiting in line for 2 hours at a popular ramen shop, I couldn't eat because they were sold out.

This legislative reform presents a perfect business opportunity for our company. I bumped into my ex boyfriend suddenly after turning the corner. 角を曲がったところで、前借りにいきなりぶつかった。犯人は車を捨てて逃走したことから、まだそう遠くには行っていないと思われる。 Comparing the numbers of male and female students, the proportion of males is higher. We are considering effective ways to use the donations sent from across the country. 全国から送られた寄付金の有効な使い方を検討する、no、traffic, 渋滞さえなければ目的地まで3時間ぐらいで着くと思います。 Credit cards are convenient, but sometimes they can lead to overspending. Eating out every day can make managing household finances difficult. 毎日外食をしていると家計のやりくりが大変になる次の文章をよく読んで用紙をまとめなさい。 I still have work left, so it seems I won't be able to go to the drinking party tonight. Various rumors are circulating regarding his suicide. 彼の自殺をめぐって、さまざまな噂が流れている。五十年前に比べて、人々の生活は豊かになった。 If he finds out about this story, it will spread to everyone in an instant. Sufficient caution is necessary in preparation for the typhoon. 台風に備えて、十分な注意が必要です。Roof, 屋根のないところにずっと自転車を置いておいたら、錆だらけになった。 Mr. Yamamoto has been commuting to work without taking a single day off for 20 years. When the light turned green, the stopped cars started off all at once. 信号が青になって止まっていた車が一斉に走り出した accident, as as policy, たとえ事故にあったとしてもこの保険に入っていれば安心です。 After prolonged negotiations, we were somehow able to reach an agreement. Last year, the company suffered its first deficit since its establishment. その会社は去年、創立以来初の赤字に苦しんだ。負けた時には、どうしても選手を非難し、 敗因について激論せざるを得なかった。この学校には、韓国や中国といったアジアの国々からの留学生が多い。 Everyone, let's set aside work talk and enjoy our drinks. If you go 10 kilometers south along the coastline, there's a port. 海岸線に沿って10キロメートル南に行くと、港があります。成績が伸びるかどうかは、あなたの努力次第です。 Worrying about insomnia can be more harmful than the insomnia itself. Regardless of whether it's delicious or not, I want to try natto at least once. おいしいかどうかは別として、一度納豆を食べてみたい。あそこの店のラーメンは辛いのなんのって、もう食べ物ってレベルじゃないよ。 Just because you graduated from a famous university doesn't guarantee you'll get a job at a good company. I was invited to a friend's wedding reception, but unfortunately, I had to decline due to prior commitments. While walking in front of the station, I was suddenly stopped by a TV reporter and interviewed. 駅前を歩いていたらテレビのリポーターに突然呼び止められてインタビューを受けた ation, 悩み抜いた結果つらい決断だが彼をクビにすることにした。 A person who stands at the top of an organization needs to have a broad perspective. He compromised his health due to work stress. 彼は仕事のストレスが原因で健康を害してしまいました。After much consideration, I've concluded that I have no choice but to ask for Hiroko's help. <S 考えた末、やはり Hiroko に力を貸してもらうほかないという結論に達した。 Since I finally got the book I had wanted for so long, I immediately stayed up all night to finish reading it. 以前から欲しかった本がやっと手に入ったものだから、早速徹夜して終わりまで読んでしまった。 This medicine works well, but on the other hand, it has side effects. He continued to sleep with his mouth slightly open. 彼はわずかに口を開けて眠り続けた。In rural societies, if you ignore the unspoken rules, you will be ignored by others in turn。田舎の社会において、暗黙のルールを無視しようものなら。 It became a sunny day for the first time in a week. Before the bread was even fully baked, a good smell began to waft from the oven. パンが焼き上がるか焼き上がらないかのうちにオーブンからいい匂いが漂いで出したお祝いでお金をもらった以上何かお返しをするのが礼儀だ。 For an urban area, the rent here is relatively cheap. このエリアは,都心にしては割と家賃が安いんです. The recent typhoon has caused widespread damage. 今回の台風によって、広範囲にわたって被害が出ている。このあたりは交通量が多く危険なので、 子供が一人で外出することを許可しない。学生の希望に応えて図書館は夜9時まで開けられることになった。 The salary doesn't have to be high, but the higher, the better. Since being hospitalized due to illness, I have not smoked a single cigarette. 病気で入院して以来一度もタバコを吸っていない我々の人生とは我々の思考が作り上げるものに他ならない。 Despite having a Wi-Fi sign, the Wi-Fi was not available in this cafe. I'll do my homework after this program ends. I mean it. この番組が終わったら宿題やるってば住民と建設会社がマンションの建設計画をめぐって言い争っている。 The package sent from Japan got caught in customs. No matter how much money is offered, I cannot divulge this secret. どんなにお金を積まれようと、この秘密をしゃべるわけにはいかない。I could afford this rent, but I want to save for the future, so a cheaper place would be better. この家賃でも住めないことはないんですが、 将来のために貯金もしたいし、もう少し安い物件の方がいいですね。 看護師の仕事は夜勤もあって大変だが、自分でこの仕事を選んだ以上、頑張って続けたいと思う。In terms of convenience, it would be best to purchase a property near the station, but of course, the price is also higher. 利便性の点から言えば、駅近の物件を購入すべきだろうが、もちろんその分値段も高い。To to 企業の海外進出では、 現地のの法制度や監修への適応力が鍵を握る。Suddenly, 突然ドアが開いたかと思ったら見知らぬ人たちが入ってきた。 This doll is so well made, it seems as if it's alive. alive. For a professional soccer player, doing 100 juggles is probably a piece of cake. プロのサッカー選手からすればビグティング100回なんて朝飯前だろうディズニー映画は子供に限らず大人にも人気がある。 If you're even slightly late for the deadline, that professor won't accept your report. That novelist always writes based on facts. あの小説家はいつも事実に基づいて小説を書いている。 語学力も堪能なのでぜひともガシャに入ってほしい。Universities are enhancing internships in cooperation with industry for job seekers 大学では就活生のため産業界と連携した。 インターンシップを充実させていいる。つ死ぬかなんて、誰も予測しえないことだ。His good quality is that he treats everyone kindly, regardless of gender. 性別を問わず親切に接するのが彼のいいところだ。This weekend, it seems that heavy snow will fall in many areas from the Tohoku region to Hokkaido. 今週末は東北地方から北海道にかけて、 多くの地域で大雪になりそうです。あのレストランの料理は美味しいらしいが、2時間も並んでまで食べたいとは思わない。 It is so persuasive precisely because it is true. It’s a sharp knife, so be careful not to cut your hand. よく切れる包丁ですから、テマで切らないよ、気をつけてね。I haven't had any contact with him since five years ago, and I know nothing about what happened after that. 彼とは5年前に連絡を取ったキリで、 そのあとのことについては何も知らない。Because I ate a hamburger without washing my hands, I ended up with an upset stomach. てをあらわずにハンバーガーを食べたばかりに、おなかを壊してしまった。 この本は難解な概念を平易な言葉で説明しているので入門書としておすすめだ。 It seems that the sentencing of the defendant in this case has been decided based on past precedents. He has a strong sense of responsibility and is suitable to be the leader of this job. 彼は責任感が強く、この仕事のリーダーにふさわしい。I can't let such a perfect opportunity slip away。こんな絶好の機会を逃がしてたまるものか。Is legs are short for his height. 彼は身長の割に、ニ、が短い。Not only in economics, but his strength is also in his knowledge of the l a w 経済だけでなく、法律にも詳しいのが彼の強みだ。Just when I thought he had returned from his break, he left his seat and went somewhere again. [music] he he in this room, entry is restricted to authorized personnel only.

As a child, I loved my mother's homemade hamburgers and often asked her to make them. Is there a way to become proficient in Japanese in a short period of time? 短期間で日本語が上手になる方法はありませんか行動を選択する自由はあるもののその行動の結果を選択する自由はない。 I wonder if I should dress properly for the graduation party.. His opinion sharply points out the problems. 彼の意見は問題点を鋭く指摘している up, 土地の価格が上がったので家賃も高くなってきた This hotel seems to have good service, and the guests appear to be satisfied. In this area, which has many high end brand shops, there has been a recent spate of robberies. 高級ブランドショップが多いこのエリアにおきまして最近強盗事件が多発しています、really kind of like、見ず知らずの私にお金を貸してくれるなんて本当にありがたいことだ。 As the exam is approaching, I've decided to quit my part-time job and focus on studying. According to my promise with Mr. Miura, I am supposed to go to Ikebukuro station by 6 o'clock. 6時まてに池袋駅に行くことになっている Everyone sympathized with his life, as if he had gathered all the misfortunes of the world. 世の中の不運という不運をすべて集めたかのような彼の人生に誰もが同情した I went to visit my grandfather in a hospital in Tokyo 東京にある病院へ祖父の見舞いに行った If I could erase the memory of that day, I would あの日の記憶を消せるものなら消してしまいたい。僕らのそばを通り過ぎる際に、その男の呼吸が聞こえた。 I can't be at ease. It is said that this area has worsening public safety, and there are few police patrols. このあたりは、治安が悪化しているウエケーのパトロールも少ないという。He looked around contentedly。マンズクゲニカレワーアタリオ What a flower with a beautiful sounding name it must be! なんとつくしひびきのあるなまえの花なんでしょう。Since I studied without sleeping at night, I'm sure to pass.Yorumone ないでベンキョーしたのだから、合格するに決まっている。After coming from far away and spending time and money,

今日は大学の講義で日本式の経営について学んだ。Although it is raining, it's not very strong, so it seems possible to hold the sports festival. 雨は降っているものの、そこまで強くないので。 これなら運動会を開催できそうだ。Please leave this job to me。この仕事は私に任せてください。At all times, acting with the nation's best interest in mind is what being a politician is about. どんな時でも、常に国民のためを思って行動するのが、政治家というものだ。今回の法案は若手議員はもとより、 ベテラン議員からも支持されていない。それは勝者が敗者に貸して楽しむ。不当な屈辱でしかない。 All the students I teach passing the exam is indeed a wonderful thing. Regardless of the quality, it's better to submit the report by the deadline. できはともかく、期限までにレポートは提出しておいたほうがいい。Perhaps it's a good thing that humans cannot predict the future. 人間が未来を予想できないということは、あるいはいいことかもしれない。 初級から中級にかけては基礎的な力を着実に身につけることが重要です。 The government plans to focus on measures to expand domestic demand to escape deflation. The children are playing happily in the garden indeed. 子どもたちは庭でいかにも楽しげに遊んでいる日曜はいつもお客さんが多い上にスタッフの人数が少ないので大変だ。 I thought my son was studying in his room, but he was actually pretending to study while reading comics. The products in this store are all expensive. And there doesn't seem to be a single one I can afford. このお店の商品は高いものばかりで、一つとして私が買えそうなものはない。He looks most lively when he is playing his favorite soccer. 彼は好きなサッカーをしているときが一番生き生きしている。Dogs and cats are cute, but they can be a nuisance to those who do not have them. 犬や猫はかわいいが、飼っていない人にすれば迷惑なこともある。 娘は注射が大嫌いなので、病気へ行くくらいなら、病気のままで行った。 Despite the voices of opposition from the residents, the prefecture built a garbage disposal site there. When he returned to his original place, he continued cleaning the windows as if nothing had happened. The number of paid leave days you can acquire changes according to the length of service. 勤続年数に応じて取得できる有給休,休暇の日数が変わります。運転免許を更新する際には、写真が必要です。In essence, she said she 要するに彼女は行きたくないって言ったってことでしょう vacation,、so、夏休み歩行があるので旅行どころではない。 Companies need a keen sense to accurately grasp consumer needs in product development. 企業は商品開発において消費者ニーズを的確に把握するセンスが求められる. It's been 3 weeks since I quit smoking. But whenever I drink alcohol, I desperately want to smoke. 禁煙して Just when I thought the train that had stopped started moving, it stopped again right away. トマテイタデンシャガウゴキダシタカトオモエバ、マタスグニトマッタ。ま、Ignoring the price, I liked the design.Nedanwa トモカク、デザインのほうがキニッタ。After lengthy discussions, a final plan was finally agreed upon. 長い競技の末にようやく最終的な案がまとまった correct, 私の感覚が正しければこれは何かの始まりにすぎない。 To your knowledge, was there anything like a fight? I will call you as soon as I arrive at Narita Airport. 成田空港に着きしだい、電話します。Is there really such a thing as psychic powers? 超能力というものは、はたしてあるのだろうか ?He's the type of person who can't just stand by when he sees someone in trouble.

The internet is convenient, but it can be dangerous if used incorrectly. At that moment, I felt as if time had stopped. その瞬間、僕は時が止まったかのように感じました。話し合いの末、彼が皆を代表して謝りに行くことに決まった。 Regardless of nationality, you are welcome. Marriage hunting refers to the activities for finding a marriage partner. 婚活とは結婚相手を見つけるための活動のことだ昨日,昨日友達と久しぶりに連絡を取って近況を話し合いました。 It seems that there's not just one mouse that has survived. Prior to the general release of the movie, a preview screening for involved parties was held. その映画の一般公開に先立ち、関係者を対象とした試写会が開かれた。m e n f the e r t o カレンダーを眺めつつ、夏休みの計画を立てる。 I intend to go hiking as long as it doesn't rain. 明日はたとえ天気が良くなくても雨さえ降らなければハイキングに行くつもりです. The heat this summer was exceptional, so I slept with the air conditioner on every night. 今年の夏の暑さは格別だったので、毎晩クーラーをつけたまま寝ていた。